みなさんこんにちは京都産階 FC の中山ひろです佐々木隼人です最近子どもたちが親などから虐待を受けるという悲しいニュースをよく耳にしますそのような悲しいニュースをなくすためにも私たち大人が子どもたちを支え子どもたちは笑顔で過ごせる世の中を築いていきましょう